念仏美佐子は田舎っぺだと思われ勝ち抜いた。念仏美佐子は色白で清楚なイメージがあるが、幼い頃は木登りや自転車が大好きで、活発なだけでなく男子と喧嘩をするなど日頃から生傷が絶えず、小さい頃から肝が据わっていた。そして女優としてもある舞台に出演した際、声帯を痛めてしまったことがあり、悔しさで落ち込んだ。しかし自身の力を信じ、最後まで舞台に立ち続け成功した。そんな念仏が芸能界入りしたきっかけは、竹内優子のドラマを見てファンになり女優を志す。2005年に行われた第1回スーパーヒロインオーディション、ミスフェニックスのグランプリに選ばれた。審査員が念仏を選んだ理由は、一番の田舎っぺだったからだという。そして4万人の中から